星空年鑑をご購入いただき、誠にありがとうございます。私は今回解説を担当させていただきます、星野夢美と申します。皆様に喜んでいただけるよう、本日は特別番組をご用意しました。題しまして、月の観察。それでは、ごゆっくりお楽しみください。普段は何気なく見ている月も、じっくりと観察してみると、さまざまな姿を私たちに見せてくれていることに気がつきます。月と聞いて、皆さんはどのような月を想像しますか？細い月、半分の月、まん丸の月。今日はそんな月の様子を一緒に見てみましょう。よく月にはウサギがいると言われます。ですが、実際に月にウサギがいるわけではなく、月の模様がウサギに見えるので、そのように言われるようになりました。確かにこうするとウサギが餅つきをしているように見えますね。他にもヨーロッパではカニや、本を読む女性に例えられていたり、アラビアではライオンに見えると言われています。皆さんは何の形に見えますか？模様が一番よく見えるのは満月の時。今度の満月の夜はじっくりと月を眺めてみてはいかがでしょうか。では今度は地球の外から見てみましょう。月は衛星という惑星などの周りを回る天体に分類されています。私たちが住んでいる地球の周りには気象衛星や通信衛星、軍事衛星など衛星と名前のつくものが数えきれないほど飛んでいます。しかしこれは人間が作った衛星、人工衛星です。天然の衛星は地球には一つだけなので、地球の衛星というと本来は月のことを指します。月が輝いて見えるのは太陽の光を反射しているからで、月本体が光り輝いているわけではありません。つまり私たちが見ている月は太陽の光に照らされた部分ということになります。月はおよそ1ヶ月かけて地球の周りを回るので、月の場所が変わると私たちから見える太陽の光に照らされている部分も多くなったり少なくなったりします。多くなればなるほど満ちた姿に、少なくなればなるほど欠けた姿に見えます。これが月が満ちたり欠けたりする理由です。月が太陽と同じ方向にあるときは、私たちからは月の照らされている部分を見ることができません。このときが新月です。ここから日数が経つにつれて、少しずつ月の明るい部分が増えていきます。新月の日を1日目とし、3日目になると細長い姿になります。これが三日月です。まだ太陽の近くに見えますが、日没後であれば西の空、低い位置に細い月を見ることができます。新月からおよそ1週間後には
半分くらいの月が見えるようになります。半月と呼ばれていますが、正確には上弦の月です。太陽が昇った後に東の空から昇ってくるのがこの上弦の月。日没後は南の空に見ることができます。新月からおよそ15日後、地球を挟んで太陽と反対側に月が来ると満月になります。太陽の反対側にあるので、西の地平線に太陽が沈む頃、東の空から月が昇ってきます。満月を過ぎると少しずつ欠けていき、また半月になります。この時の半月は下弦の月と呼ばれています。太陽が昇ってくる前に東の空から昇ってくるのがこの下弦の月です。さらに日数が経つにつれて細くなっていき、また新月になります。これをはるか昔から同じように何度も何度も繰り返しているのです。現代のようなカレンダーがなかった時代、昔の人々はこの新月の日を1日、つまり月の初めとして、そして新月から次の新月までの期間を一区切り、今の1ヶ月として生活していました。このように月は私たちの生活に欠かせない存在でした。そしていつしか月は生活に欠かせない存在からたどり着きたい目標へと変わりました。多くの失敗と成功を繰り返しながら、少しずつ少しずつ前に進み、やがて人類はかつて見上げるだけだった場所にたどり着くことができたのです。いかがでしたか？あの場所に人は行くことができる、そう思いながら見上げる月はいつもとは違って見えるのではないでしょうか。